いつまで眠っているの？もう起きなくては。やっと起きたのね。体は冷えていない？大丈夫？思い出さないで。思い出さなくていいんです。忘れたままでいい。これは夢なんですから、現実じゃない。どうかこのまま僕の中にいてください。このまま何も思い出さないで。環境が変われば新しい刺激や発見があるだろう。それらは君にとってプラスとなるはずだ。そういう君のままでいてくれて嬉しく思う。友達だし、そうじゃなかったとしたってこの子を望むのなんてごく自然なことなんだからさ。パッと見はきらびやかでもゴミ溜めみたいなところだ、ここは。いつも迷ってしまうからこそ、信じるものがないとどこにも進めないと思わないか。過ぎ去った時間より今の時間を見るべきだ。思い出せなくたってもう一遍始めりゃいい。まだ一度も休暇アップや昇給がないなんておかしいんじゃないかな。待遇っていうのは定期的に見直されるべきものなんだよ。それが神の導き手である私の務めです。うまく逃げてくれりゃいくらかは殺さなくて済んだんですけどね。君がまだ生きているって証じゃないか。好きなだけ悩んで迷えばいいさ。忘れたままでいてください。僕はあなたに思い出してほしくない。時計を直すのが私の役割だ。